はい、皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、ヤクルト純正オーダーでこちらの選手今回使っていきたいなと思います。浜田大輝選手リアタイで使ってみた。はい、ということで今回ですね、こちらに表示されてます浜田選手を今回ヤクルト純正オーダーでリアタイ使っていきたいなと思います。選手見ていきましょう。弾道高弾道ミート59、パワー70、走力70の、パワー走力70の同時の選手でございます。守備ですね、一応メイン適正はレフトなんですけども、ライトの方が C60 ということで適正的には高いので、まあ守らせるならライトかなと思うんですけども、打らせて EED ということで、まあちょっとね、全体的にはちょっと守らせるの怖いかなという気はします。特殊能力ね、流し打ち20丸、粘り打ち逆球ということで、まあ、特殊能力的にはですね、正直、リアタイ向きではありませんけれども、この特殊力全て出た場合ですね、ミート83、パワー76というですね、かなり強力なバッターに変わります。まあ、なんですけども、逆球はあのリアタイの2回以降、粘り打ちは2ストライクに追い込まれなければならないということで、まあ、特殊能力はね、本当にね、正直リアタイ向きではないです。まあ、なんですけども、まあ、ヤクルト純正オーダーで、ね、使うことによって、こちらの能力の選手でもかなり使いやすい選手に変わりますというところですね。皆さんにお届けいたしまして、純正やってる方、まあ、リアタイ12球団ではですね、まあ、あまり、ね、使えないっていう選手もですね、まあ、純正になることによってかなり使える選手に変わりますので、皆さんも純正やってないよっていう方ですね、まあ、ぜひともですね、まあ、ヤクルトに限らずやっていただければなと思います。ということで、リアタイの前に称号チャレンジいきましょう。はい、ということで、称号の方やっていきたいと思います。欲しい称号ですね。まあ、できればパワー走力どっち崩れなければいいということで、ミートだけ上がってください。よろしくお願いします。いきましょう。ミートだけ上がってくれたの。来い！ミートだけ！圧倒的なミート力ナイス！めちゃくちゃいい特殊力来ましたので、こちらで入れていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで、よろしくお願いいたします。1周目のをやっていきたいと思います。今回先行ですね。相手の対応のベンチャー、斉藤和美投手ですね。昔出た TS バージョンということで、まぁ、あ、ちょっとね、ステータス見ながら行って、はい、流し打ちナイス。流し打ちナイス。ノールみたいな。OK、2周フォークね、集中。OK。追い込まれても OK なんで、正直言って。正直言って追い込まれても OK というメンタルで、しっかり選球眼してね、見ていきながら行きましょう。ここマイナーバッチ流し打ちででも正直引っ張って OK なんで、全然このバッティングでいいと思います。あの外角来た時はしっかりと流していって、内角来た場合はしっかりとね、引っ張っていくというのが大事だと思うので、あんまりとらわれずに、流し打ちの特殊にとらわれずに普通に打っていくというのが大事。うわー、えぐいな。フォークのキレもえぐいということでいきましょう。3番サンタナ効果球、ちょっとかまします。ちっちゃいフォーク回転ないって感じですね。オッケー、それオッケー、フォークオッケー、そういう感じ。オッケーオッケー、大体分かった。回転大体分かりました。ちっちゃいフォークは回転なし。これ自体ほらね、はい、分かってるなら打て、分かってるなら打てってことなんですけど、まあまあまあ、とりあえずはい、広角アーチスト。はい、ということで、こちらの先発ピッチャーサイスニード投手ということで、2023シリーズ1ですね。まあ、写真変更していて結構ね、昔のサイスニードなんですけども、まあ個人的に一番強いかなと思ってるサイスニード投手なので、まあ、2023シリーズ1持ってるから、そちらからのサイスニード継承 NG ということで、まあ、まだ最新のね、サイスニード投手ね、出てはないんですけども、まあ継承とかしっかり考えながらね、使っていただければなと思います。いきましょう。はい、ナイスボール。オッケー、センター、はい、これ取れる。センター、はい、ナイス読み。このいやらしいカットボール、はい、ショー、はい、ナイスショー。ここはカットボールだと思って空振りよろしく。オッケー、一緒。セカンセカンセカン、はい、出してこー。はい、ということで、2回のバッティング試合を見せますからいきたいと思います。ここから浜田選手回していきます。さて、投手も、強いということですね。これ流したい。えぐっ、今のヒットなるんけ、お前。ここ、はい、ナイバッチ。ちっちゃい方、はい、ナイバッチ。あー、ナイスショー、いきましょう、いいよ。回ってきました、浜田。はい、ナイス、流し打ち、かまします。打ち込みます、流し打ち出て。いいよ、いいよ、いいよ。次、外角来たらしっかり打ちます。流し打ちの力を見せたい。オーケー、ナイス、バッテー。いいねー。いいよ、粘り打ち出なかったね、今、集中。ここ、うわ、いく。バカ飛ぶやんけ、お前。えぐいくらい飛ぶやん、集中。はい、見えてる、いいよ。冷静沈着よ、集中。
いやー見えてる、ツー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 よ、ツーツー浜田のコース、いや、やばい、やっとるねー、やっとるねー、頼むで、エグいショート取りました、ありがとうございました。ということで2試合目いきます。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目のやっていきたいと思います。今回ここですね。でこちらの先発ピッチャー小川投手ということで、まあ、先発ピッチャーしっかり抑えまして、まあ表の投球は飛ばして、2回の裏からしっかり浜田選手からスタートということで、まあ、そちらからお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで飛ばします。はい、ということでバッティングいきたいと思います。相手の先発ピッチャー山岡投手ということで、まあ1点取られましたので、ここでしっかり浜田選手からスタートということで、よろしくお願いいたします。かまします。ピリッツ勝ちえぐいですけども、ミート少ないけどもかまします。縦スラストレート集中、ハエハエ、今のはハエ、カーソルドンピチャだったけどハエ集中、いらんよ、見えてる、行くで浜田、得の出てないけども、いら、あ、いよいよいよ、まあ、粘り打ちでるんで、追い込まれても、まあ、最悪 OK なんでね、しっかり狙っていきましょう、ストレート。OK、OK、いいよ、いいよ、粘り打ち、はい、粘り打ちで、はい、ミートカットナイス。OK、それでもミートちっちゃいけども、集中。9目。ここー惜しすぎる惜しすぎた、今のマジで。マジ、あとちょい。ここはい、ではチェーこれが浜田、これが純正の力、純正だったらこれくらいのステータス選手でもめちゃくちゃ活躍余裕ですよ、マジ余裕です。2番宗隆、ここはいはチェー、やはりサンタナエグいです。はい、ということで、まあ、2回の投球ですね。いやー残念ながら同点止まりということで、まあ、2回逆転してそこで浜田選手をお届けするかもしれないんですけども、しっかりとかわして、そしてとりあえず抑えていきたいなと思います。よろしくお願いいたしますということで飛ばします。はい、ということで2回のバッティング山田哲人選手からかわしていきたいと思います。まあとりあえずホームラン狙って、ヒットでつないだら浜田選手回ってきますので、まあとりあえず一発ね、山田哲人ね、かますところからスタートしていきたいと思います。相手のネットワークの OKOK、 さあ集中、ストレート縦スラ来いや、さあこれ縦スラでいい、縦スラストレート、ここファールかよ、押しすぎ、あとちょい集中、ストレート、この後浜田選手の思います、どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。ここからバッティングのみをお届けしていきたいと思います。相手の先発ピッチャー宮城投手ということで、一番浜田からしっかりかましていきたいなと思います。特殊力よろしくお願いします。とりあえず流し打ち20丸、はい、よろしくないっす、いきましょう。ストレートしっかり張って、ストレートスライダー系のピッチャーなんで、あと下方向はスプリットですね。ストレート張ってきます、とりあえず集中、ここ、これが流し打ちの力と思いきや、流し打ち出てもこんなもんです。やはりパワーが少し足りない。はい、ということでよろしくお願いいたします。続いての試合いきたいと思います。相手の先発スイッチ石川シュート投手ですね。ソフトバンクの石川投手ということで、一番浜田からしっかり打っていきたいなと思います。多分ナチュシュツーシムパワーか、そうですよね、そういう意味でもこれね、ナチュシュツーシムパワーかなんで集中してきます。変化のマイナスあんま曲がらない、集中、風すげえ、風すごいんで、風すごいんで、その力利用して一発かましたいと思います。いらん、はいよ、見えてる、集中、外角ちょっと追い込まれるんでいったもし、いや、いいよいいよいいよ、粘れちないっす。はい、こっからかますよ、マジで余裕で入る、横断道ならマジでホームラン入ります。これが浜田でございます。最強、いや最高、ヤクルト純正ナイス、ケイ逆風関係だ、ケイ
ウェイエグここ OK だよチェーはい、ということで回ってきました2打席目浜田選手長い中1出てるけれどもしっかりホームラン打ちます。2打席連続打ったら本物でしょ。本当はい、よいよいよコースラかますよ。行くよ浜田の力、純粋の力見せます。コースラ特殊能力流し打ち出てももう引っ張って OK です。この動画で分かりましたということで皆さんもぜひ浜田選手で、まあ、使うか分かんないですけどもヤクルト10年の方ぜひとも使ってみてくださいということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あざした。外に決まりました。